ちょっとさ、だるまさん応援したいからスマブラ勝ち続けてよ、全部任せな。負けたら裏行くの寂しいよな。任せなよ、頑張って。サクッと買ってくるかな。次がなんだ、スマブラだ。おお、だるまじゃん。だるま頼む、頼む、だるま。いや、もうサクッと全部買ってくるから。みんな負けるわけがないんやから。総合3位か4位だから俺たち。オッケーオッケーオッケー、スマブラで1位になろうか。マジ負けたら本当に回線のせいにするわ。じゃあ俺あれやな、チームのポイントがかかってるから背負ってる感あるな。今キメラ拓也と戦ってるやん。キメラ拓也こいつマジで強い。でも関係ないんだよね。負けるわけがない。強押されてるように見えるけど大丈夫。いやいやいや、キメラ拓也とダルマイズどっちが強いと思う。キメタクね。キメタクより俺の方が強いでしょ。ただまあこいつ運動会で出たら破壊するね、スマブラ。キメラタク、キメタクやばい。名前がいいな。え、キメタクマジやばい。ごめん、あぶね。キメタク、おい、キメタク強すぎ、あぶね。キメタク、キメタクマジやばい。めちゃくちゃめちゃくちゃ強い、キメタク。このゲームってこっから勝てることあるの？うわ、キメタクだる。じゃあ行ってこようかな。やっちゃって、やっちゃって。頑張ってきます。行ってきます。頑張ってね、頑張って。さてと、頑張りますか。1回戦有坂か、潰すか有坂。サクッと、とりあえずマイホーム館ようこそ出しとくから。ちょっと黙るかな、さすがに。あんまり黙ってスマブラ配信したことないけど、ちょっと今日だけ黙るわ。俺とマッチングしたのが運の尽きだなっていう。お疲れ様です。お手がいやっとるな。あ、対戦開始お願いします。来た、しゃー、殺すぞー。殺すか言うな。ちょっと黙ります。まーずい。あー、やんやんやん、おもろいやん。あー、まずい。これワン飛ぶか、飛ばんか。あー、やんやんやん。大丈夫。焦ってんじゃないの、アリちゃん。さあ、飛べ。よいしょー。まずアリサカだ。まずイーヴィアダスカジャあー、おもろいな。おい、おもろいやん。おい、クソおもろいやん。切りついたスマブラ。え、バカバカ、弱んだろ。さすがにやばいか。ボアニロ買った？はじめさんに？やるな。やっぱ、俺ら周りのスマブラのレベルは着々と上がってるな。っていうか、ドラフトの話なんですけど、ドラフトまだかなーっつって、待ってたの俺。で、有坂が二人に選ばれて、有坂だーみたいななってて、俺まだかなーと思って。コメント欄とかさ、有坂が選ばれて、俺が選ばれてないからさ、もう、だるま晴れすぎやろ、みたいな。だるま？みたいな言われてて。で、俺もさ、もうなんかそんなことコメントが言うもんやからさ、やばいやばいと思って、早く選んで誰かって思ってたんやけど、社会不適合者がバレました。すいません。まさかドラフトを選ばれる云々の前に、ドラフトのまずリストにいなかったところからですね、一旦。
次はバニラくんか。ボコっちゃおっか、バニラくんは。サクッと。チームの喜ぶ顔が見てえよ。お、対戦開始お願いします。よっしーね。ボコりますか。黙ります。まずいっけはあ、頭でかすぎやろ。頭でっかち。やばい、まずい。なんだこいつ。いや大丈夫。よし、ふぅ、頑張るぞ。え？え？バニラさん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 、横 B 帰れないですよ。バニラさん、横 B 帰れないですよ。おやすみなさい。おい、なんだあいつ。ガッチガチやろ、絶対あいつ。なんだあいつ。なんだこの試合。なんで最後のストック落とすんだあいつ。喜ぶべきなんやろけど、楽しかったかって言われたら、ちょっと微妙なラインになってくるかもな。ラスト誰だ？はじめさんか？来たー！ VS はじめ社長。まあ、勝つよ。はじめさんに申し訳ないけど、青組の命運がかかってるから。来たー！なに？だ、早くない？え？ちょっと、え？早くない？アナウンスでスタートしてくださいって言われてないぞ。ちょっと早いな。もうアドレナリンが、うわー！あ、準備ができ次第対戦お願いします。来た。しゃー！はじめさんやるかー！あれ？あれれれれ？いないや。寂しい。リングに一人。ありがとうございます。来たー！対戦よろしくお願いします。あら、ノーダメで買ったらかっこいいか。あ、無理でした。オッケー、まず一足ゲッチュー。うまい、うまいな、はじめさん。あったー、まずいぞー、これは、まずい。あ、ノーコンテスト。これだから男気一ストバトルでしょ？いきますか。回線が落ちる可能性があるから、まあ男気一ストバトルするべきやな。だるまさん、いいんですか？男は3ストもいらねえっすよ。よし、始まります。男気一ストバトルが。これ多分もう一回2ストでやって、もう一回途中で落ちたら、はじめさん気負うからね。もうこれは行こう。1ストで一緒、男の殴り合いは。試合行くぞー。開幕2スト落とします。よし、やれた。急にめちゃくちゃ強くなったりしちゃうの。マジで。まあやばい。だからこの時間以内決めれやんなのが悪い。
遅い男がチンたら何してる？男同士の殴り合いはこの時間以内に一ストでも落とさんと。俺自身にもはじめさんにも言うけど、やっぱ遅いわ男同士の戦いのくせに。きたー、もうガンガンに攻めても爆速で一ストもぎ取ってやる。覚悟しろはじめさん。ああ危ねえ危ねえ、忘れてた。でこっから用意ドンよね。用意ドン。でもまず竜巻で詰める詰める詰める。波動拳なるほど、まずい。もう遅すぎ俺ら、何しとんの。始まって25秒もあれば一足落とせんだろ。何を25秒もかけてチンタラと。申し訳ないはじめさん。あれ不戦勝。なんだこれ。ですね、だるま VS はじめ社長回戦の問題で、残機状況から見てだるまさん勝利で進行するとのことで、勝ちました。10秒で決めきれなかった俺が悪い。これはめっちゃ謝ってる。あ、帰ってきた。お疲れ様でーす。よかったね。最後不戦勝ではある。はじめさんに責任を感じさせる前に息の根を止めてあげるべきやった俺が。一瞬でね、だるまさんに落ち度があると。うん、そうね。か俺が息の根を止められるべきやった10秒で。あ、今しません。一戦僕とやりましょうよ。いいっすか。もうやりたくてやりたくて、もういつ来んのかなと思って。鬼屋さん、だるまさんはキャラ何使うんすか。剣っすね。剣クエクエ上距離で回避、上距離勝利。マジで上距離やばいって。実況あるな。すごいな。上距離おいマイク。よいしょ。マジ上距離これは死ぬか。もう失敗した。